卵折り師匠が争奪ヴィーナスシリーズ第4戦ムーンライトプリンセス決定戦、ショニチョロ攻防いよいよファイナルカードを迎えています。 V 戦線を盛り上げてくれるであろう、そんな主力のメンバーの激突でドリーム戦競争です。前走いずれも連絡み、勝利という面では4コースから差し鋭く決めた中谷智子、4角からまくった金田由紀子、地元らしいスタートダッシュから2コース先制まくりを決めての勝利だったのが地元の宇野弥生です。絶好はグランカラ1号艇の大山千尋、当然ここ人気が集まる大山、大山から中谷への1、2絡み、中谷智子定番通り2コース戦です。ピット離れは決していい方ではなかったんですが、定番が主張できました3号艇の金田由紀子、地元の宇野弥生が今角4コースに下がります。5コース三浦恵里、最アウトに6号艇の桜本歩美です。今日はお昼過ぎからお天気の方が回復、夏場の風向きではありませんでした。非常に不安定な風、くるくると舞う終盤戦ではあります。ドリーム戦競争の12レース、枠番通りの3対3、1番2番3番4番5番6番です。第12レースドリーム戦スタートします。最初号艇、おっと大山千尋、これは厳しいか。大山コーナー先手を取ったがスタート問題があったか、バックへ抜けていきました。なお知らせいたします、1号艇の大山千尋選手、残念ながらスリットオーバーフライング、1に関する投票権はすべて返還されます。3号艇のカナダが、さあ2号艇から根をつける、潜り込む、開いて3号艇、さっせくる展開もうまくコーナー先に待った中谷、先頭逆転あったか。2番3番5番と6号艇の三浦恵里が3番手、先頭2号艇、コーナー先に待った2号艇の中谷智子、2マーク逆転がありました。3号艇のカナダの方が1周バック2マークに向けては先行していたんですが、2号艇コーナーうまく先に回って中谷が先頭逆転、3号艇のカナダが追走2番手、定冠がバック中間は3艇進半から4艇進とじわじわと広がってきています。3番手は6号艇の三浦恵里、候補は4番6番と宇野弥生に桜本歩美が続いています。向こう上面からトップターンの2号艇の中谷智子に3号艇の金田由紀子が2番手、5号艇の三浦入りが3番手、2番3番5番合同系前を通過していきます。なお残念ながら惜しくも1号艇の大山千尋選手がスリットオーバーフライング、1に関する投票権はすべて返還されますのでご注意くださいませ。中谷、金田、三浦が上位を形成、一旦先行した3号艇の金田ではありましたが、一周バックで早めに引きながらうまく2号艇脇のスペースに潜り込んでコーナーにマーク先に回った中谷逆転があり、2番3番5番が上位を形成というドリーム戦、まもなくゴールインです。先頭2番の中谷智子ゴールイン、2着で3番の金田由紀子、3着で5番の三浦恵里、4番の宇野、6番の桜本ゴリン。